え今日はウクライナ情勢についてお話をします、えー、つい最近の大きな動きとしてですね、えー、ウクライナ軍による攻勢ということがありましたで大きくは二正面であったわけですけれども、まあ、これは NHK の,のニュースウェーブの,の記事ですけれども、えー、このお中のですね、えー、赤く書いてあるところこれがロシア側が占領している地域で 青く書いてあるところがウクライナ側が奪還したとしている地域ですでこれを見ていただくとですね一番広いのがこのハリコフ州というんですけれどもこの図でいうとあのハリキュー州と書いてありますがこの一帯が青くなってますねこれがいわゆるハリコフのハリキュー州の,その奪還作戦ということでですね、えー 今月9月の7日ごろから攻勢を開始して奪還をしたというところですでこれはあのウクライナ軍がです、ねえー、奇襲に成功して大きくその奪還地域を広げたとそれからもう一箇所ですねこのオデッサと書いてますけれども南の方ですねこの南のオデッサのすぐ、えー、この図でいうと右側、えー、にあるんですけれども この青く一部なってますがこの地域がですねいわゆるケルソン州ヘルソン州ともいいますがの一部をですね、えー、ウクライナ軍が奪還をしたということを示していますでこのヘルソン州の攻勢作戦というのは8月の29日頃から本格化したということでヘルソンの戦いがまず行われてでそのあと 9月に入ってからですね約10日ばかり遅れてこの北部のハリコフ州での戦いがあったということなんですで大雑把に言うとこのヘルソンの戦いは攻勢に失敗をしたんですがハリコフでは攻勢に成功したとでただしですねハリコフの場合もロシア軍側の方はですね海乱状態と いうことではなくて、まあ、組織的に撤退をしたという状況で逆に言うとウクライナ側はです、ね、この攻勢成功の戦果を拡張してです、ね、ロシア軍、主力を細くし撃滅をするというところまではいかなかったという結果に終わっているわけです。で現在ははこれれ月21日の状況なんですけれども 現在、まあ、まあ基本的にはこういう状況が、えー、そのまま続いているということですね、したがってこの青い地域、ハリコフ州については、一番南のイジュームという町はです、ね、奪還に成功したんですけれども、えー、このわずかに州の一番、えー、東の端の方はですは、ね、ここに、えー、オリコン川という川があるんですけれども、 この川のところでですね、まあ、ロシア側と対峙をしているという状況になっています、それからこのイジュームの南の方ではですね今、まあ、取ったり取られたりというような状況で、まあ、一種の膠着状態になっているということですね、それから他の正面について言えばここの、えー、マリウポリの北の方にですね、えー、バフムートという大きな町があるんですけれどこの バフムートではです、ね、逆にロシア側が攻勢を加えているとちょうどこの赤とこの薄い赤の,この中間たりの,この北側ですねこの地域で,です、ね、ロシア側は逆に攻勢をかけているという状況ですしたがって、まあ、戦線全体としてはです、ね、ウクライナ側がハリコフ州を奪還をしイジュムまで 取ったわけですけれどもそこでまた再び、えー、退治状態というか膠着状態になっているというのが現状ですじゃあ、えっと、まずこの南部のヘルソンのですね、えー、戦いというものを振り返ってみるとですね、まあ、どういう戦い方になったかというと、えー、まず最初ですね9月、えー、8月の下旬からですね、えー、ハイマーズによってこれはまあアメリカから供与された最大射程8 0キロとも言われている 長射程の精密誘導ロケットなんですけれどもこれによってです、ね、この今言いましたこのヘルソン州というのはです、ね、州の西側の方でドニエプル川が黒海に流れ込んでいるわけですけれどもこのドニエプル川よりも西岸地域の方にですに、ね、ロシア軍が展開しているんですがこの帯状に展開したロシア軍の背後をですね 立つようにこのドネープル川の橋梁をですねダムを含めて約3カ所撃破をしています、でこれによってですね、まあ、ロシア側としては道路を使えないということでですね全体的には後方の補給とかあるいは部隊の増援というものに制約を受けるようになったと。でこの 北と中と南というこの3正面からですね全面攻勢をかけてこのドニエプル川の西岸地域のロシア軍を一挙に激発症うというまあこういう全体構想だったとでまず南、北と両翼から除徐攻撃をかけてですねその後中央から、えー 主力で、えー、突破をするとでケルソン、えー、という、まあ、ケルソン州の州都をです、ねえー、奪還するとこういう計画であったというふうに言われていますで、えー、9月失礼8月29日です、ねえー、この橋力ょう爆破に成功した後と攻勢が開始されまして当初はまあ10カ所ぐらいのお地点から一気に攻勢が開始されたと言われていたんですが えー、結果、どうなったかというとです、ね、この地域というのが非常に開発をしただだっ広い平坦地で,です、ね、しかも隠れるような、まあ、森とか、まあ、そういったものがなくって草原というか、まあ、背の高い草むらが続いているというのはそういう地形なんですねで、そのために集結部隊が集まっているところを発見されてでそこに集中砲火を浴びると。 さらに攻撃を開始した部隊特に、えー、装甲旅団とかこういうのを作ってです、ねえー、ポーランドなどから供与された T72 型を中心とした戦車部隊数百両機関にです、ね、これに、えー、装甲車等をつけてさらに後方から砲兵で援護をしながらまあ攻撃をしたわけですけれどもしかし、いかんせんそ,のおそういった開発地ですから 隠れることもできないし、すぐ発見されるということで、遠距離からの砲撃やミサイル攻撃、あるいは対戦車火力等によってですね、まあ、撃破されてしまったということで、えー、中央からの突破もですね、えーまあ、あ若干はあの内陸の方に突進はできたんですけれども、結果的には、まあえー、突撃は失敗して、えー、阻止されてしまうということになったわけです。でそもそも兵力が えー、ロシア軍2.2万に対してウクライナ側が3.5万とも言われていてです、ねまあ、攻勢には最小限3倍できたら5倍ぐらいの兵力がいるんですけれども特にこういう開発地の場合は、えー、圧倒的な兵力差を持っていないとです、ね、攻撃の機動艦の動きというのは全て発見されやすいので隠れるところもありませんから、まあ、非常に脆弱なわけですね。 しかもウクライナ軍は航空優先を持っていません、えーまあ、あ NATO から供与された1 5 5ミリ砲とかです、ねえー、ロケット砲によって援護はされていたと思われるんですけれども航空攻撃には、まあ、とてもかなわないわけで遠距離から航空機のミサイルやあるいはあ精密誘導爆弾等によって、まあ、集中攻撃を受けたと。で戦車・走行者が大損害を受けて えー、そして、えー、攻撃が飛んだしたということですね、えー、その結果、ですね開、えー、戦から3日で、えー、3分の1ぐらいが撃破をされたと言われていて、ですね、えー、最終的には半数以上が、えー、撃破をされさ、えー、甚大な損害を受けたんではないかというふうに見られていますで、残りの総予備のですね最後の戦火拡張部隊の約2万人。 これも精鋭部隊だったんですがこれをです、ね、急遽、えー、9月何日かは分かりませんけれども、えーにえー、一夜ないし二夜の,あのうちにです、ねえー、行動を一どしながら一気にハリコフ州の証明を持っていったとで。これがハリコフでの 攻撃勢力に加わってですねそしてハリコフ正面では逆に相対戦闘力がウクライナ側に有利になったでこれがまあハリコフでの攻勢の成功原因になったということですでハリコフの方はですねロシア軍はこの正面については当初からいわゆる今回住民投票を行うと言っている4州ですねルガンスク、ドネツク それからザポリージャ、ヘルソン、この4州の中には入っていません、したがって、ですねロシア側から言わすと、ロシア系住民が多くて、住民投票をしてもですね多数を得ることができる、かつ、まあ、そもそもこの戦争の目的であるロシア系住民の方という目的から言っても、ですねハリコフ州まで占領するというのは課題であって、まあ、兵力的にも足らない。 ということでこの正面にはです、ね、装備のを取った訓練も不十分な少数のです、ね、民兵部隊を中心とした援護部隊というんですけれどあスクリーンのために警備のために置いているような部隊ですねこれが、まあ、手薄に配備されていたということなんです、でこれをですね、えーまあ、あこの弱点をですね当然、ウクライナ側は米軍の偵察衛星との支援もあったと思うんですが そういった情報分析をしてです、ね、ここに弱点があるということを見抜いてそして、周到に準備しながらです、ね、弾薬等も準備して一気にこの特にヘルソン州の予備部隊の視力をです、ね、迂回させてこの正面から奇襲攻撃をしたということなんですね。でこれもやはり左右両翼で 徐、えー、攻撃をしながら中央から一気に、えー、突破をしてですね、えー、そして、えー、約5 0キロ、えー、突進に成功したというふうに見られていますで6内市4個旅団を機関にして、えー、戦略機襲を行い、まあ、あ見事成功したということで機襲を受けたロシア軍はですね、えー、一部の重装備を残して、えー 当初は回覧状態で撤退したんですがしかし、その後の状況を見ると遺棄したいとか捕虜が大量に出ているという状況でもなくです、ね、中央の戦争指導部のモスクワの認可あるいは指示を受けてです、ね、このハリコフ州については組織的にも撤退をしたという状況だったとみられます。 でそのために火力等で援護しながらそして交代作戦をやったんでです、ねまああので追撃というんですけれどもこ,のこれは十分に行われずにです、ね、地域は確保したけれどもロシア軍本体の捕捉、えー、撃滅ということはできなかったと例えば、えー、セベロドネツクの戦いではです、ね、ウクライナ軍があ後方を遮断されてですね あの時は1万5千人の捕虜が出てるんですね、まあ、こういった状態にはですね追い込めなかったということですで、そういう意味ではハリコフの攻勢はですね戦略中に成功して、地域は奪取したけれども、しかし、ロシア軍の捕捉には失敗したと、まあ、成功失敗がこもごも入り混じった戦いだったというふうに言えると思います。で答申ししたた部隊はですね、えー、先ほど言いましたあー えー、河川の線で、えー、止まりですねで南下した部隊はイジュまで解放しましたけれどもハリコフ州の宗教を超えたですね、えー、ドネツクでの戦いというのはまあ膠着状態になっているというのが現在の情勢ですで、えー、バフムートというさっき言いましたそのマリウポリから北へ行くちょうどドネツクへの玄関に当たる領域なんですがここはですねむしろロシア軍が攻勢に出ている。でえー 鉄道道路などのウクライナー側のこう、えー、補給線を、まあ、に迫ろうとしている、こういう状況です今日はこれで終わります。